さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。昨日お餅食いすぎたな。やっぱりお正月は寝正月に限るよね。お布団最高。そういえば今日学校に行かないといけないみたいな連絡来てたけど、なんで正月に学校行かないといけないんだよ。俺は絶対行かないからな。ふっ、来たか。2021年一発目のインターホンが。だけど今日は仕掛けを施してるからな、そう簡単には入れないよ。ちょっと何よこのあからさまな罠みたいなものは。これじゃあ通れないじゃないの。しょうがないわね。ちょっとギリギリに横から飛んでいきましょうか。せーの、えい。よし、侵入成功。ちょっとなんで翔太くんの部屋の前にこんな金の屏風があるのよ。いい加減にしてんかい。翔太くん、明けましておめでとう。さ、学校行くわよ。僕もネバーランドを探しに行こう。っていうかミオちゃん、なんでお正月なのに学校に行かないといけないの？先生が他部署のみんなにお願いがあるみたいよ。なんだよ、学校の行事じゃなくてさっちゃんのお願いかよ。どうせろくなお願いじゃないんだろうな。僕たちは盛り時。ちょっと翔太くん、生々しいからやめて。さあ今日も他部署にログインするか。そんなこと言ってなんだかんだ翔太くんも学校気に入ってるんでしょ。別にそんなことないよ。とりあえず看板にカッコ略して他部署って書くのやめた方がいいと思うよ。皆さん明けましておめでとうございます。今年も他部署のみんなと一緒に元気よく過ごせたらいいなと思います。先生、そんなことよりなんでお正月に学校来ないといけないんだよ。ごめんごめん、そんなに怒らないで。皆さん、この黒板に書いてある文字が読めますか？実は毎年雪まつりっていう正月の恒例行事があるんだけど、それを今回は小学生の人たちにやってもらいたいらしいの。それで今回は他部署のみんなが選ばれたってわけ。もちろん学校のお休みも増やすから参加してくれてもお休みが減るってわけじゃないから安心して。翔太くん、雪まつりなんて楽しそうね。絶対嫌、参加したくない。絶対嫌だって、寒いもん。絶対嫌。先生、外寒いから風邪ひいちゃうよ。よし、いいぞ。子供ながらの空気読めないコメント、ナイス。大丈夫よ、子供は風の子、元気な子って言うでしょ。それに何かあったらすぐに言ってくれたらいいから。それじゃあみんな、明日は神社の前に集合よ。はい。先生、姫始めした？誰、毎回どさくさになんか言ってくる子、絶対今年こそ炙り出してやる。うー、寒い寒い。なんでこのお祭りの日に限ってこんなに雪とか降っちゃうかな。もう翔太くんが家でエアコンばっかりつけてるから寒さに慣れてないのよ。ていうか屋台の人たち、よくあんな半袖とかでいられるな。いや、みんなおはよう。翔太くん、みおちゃん、おはよう。翔太くんはお年玉もらった？私3000円ももらっちゃった。ああ、そうなんだ。それじゃあ新作のゲームソフト買えないね。翔太くん、いちいちそういうこと言わなくていいの。みんなお待たせ。ちゃんと集合してる？幸子先生、おはよう。やばい、今日めっちゃ寒いの私だけ。菅さん、自分と周りが何が違うか一回よく考えてみて。今日はこのお兄さんお二人がみんなの雪まつりのお手伝いをしてくれます。早乙女慎吾って言います。よろしくな。早乙女くん、相手は小学生ですよ。ちゃんと笑顔で接してくださいよ。ったく、正月にいいアルバイトがあるって言うから来たのに。あれ、早乙女さんじゃん。奇遇だね、こんなところで会うなんて。ああ、お前か。あと魔法使いの妹もいるんだな。うん、そうだけど幸子先生がいるから真央ちゃんは出ないからね。なんだよ、分かってるよ。うるせえな。出ないからね。2回言うな。あとなんだ今の間。はい、それじゃあ他部署の皆さんにはハッピーを用意しておりますので、そちらにお着替えください。はい、それじゃあみんな雪まつりの予行練習を行います。いやいやいや、どう考えても寒すぎるでしょう。ほら、何人かガチで寒いみたいな顔してるし。大丈夫だよ、体動かせばあったかくなるから。そうよ、みんな体育の授業と同じよ。くっそー、くだらない根性論みたいな感じで言いやがって。トム、言ってやれ。
僕何も言えないよ。幸子にだから30超えても独身なんだよって言ってやれ。ダメだよ翔太くん、多分それダメなことでしょ。翔太くん、ここ何回か立花くんに何か言わせようとするのやめなさい。そうそう、みんな体を動かせばあったかくなってきたでしょ。翔太くん、だんだん暖かくなってきたね。なるわけねえだろ、こんなゆっくりした動きで。こうしてみるとあいつもちゃんと小学生なんだな。あ、そうそう、早乙女くん、一つ言い忘れてました。今日はみおちゃんのお姉さんは出ないですよ。お前ぶっ飛ばすぞ。よし、それじゃあみんな太鼓も入れて本格的に始めんぞ。ギャラリーも集まってきたでやんすね。早乙女くん、盛り上げましょう。ま、盛り上げんのはあのガキンチョがいたらなんとかなんだろう。しゃあ、太鼓役いただき。やっぱり下で踊ってるより太鼓叩いてる方がいいよね。翔太くん、ちゃんとリズム通り叩くのよ。わかってるよ、いくよ。お年玉もっとくれ、貯金に回すな、使わせろ。なんでしょう、子供代表のつもりなのかしら。ちょっと翔太くん、変な歌歌っちゃダメよ。幸子先生も声を出しながらこの太鼓叩いてごらんよ。すっきりするよ。何言ってるのよ。私は普通に叩くわよ。はあ、彼氏欲しい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 。マチコンさんか、もう、いや、マッチングアプリももううんざり。どうして私が売れ残ってんのよ。やば、幸子先生が一番ストレス発散してんじゃん。みおちゃん、幸子先生夢中になってるし、僕たちは行こっか。ほらほら、早乙女の兄ちゃんも一緒に踊ろうよ。おい、やめろよ、俺はいいってば。いいじゃないですか、早乙女くん、たまにはこういうのも悪くないですよ。なかなか様になってるでやんすよ、早乙女くん。うるせえな、仕方なく参加してやってんだよ。今年もいい年になるといいわね、翔太くんって。あれ、翔太くんは、はあ、ここならサボれるでしょう。っていうか、幸子先生うるさいな。今年こそ彼氏見つけてやるんだから。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで、明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。